ちょっとあの、ディスタンス。あ、だす。ちょっと、あの、ディスタンス取ろうかな。マスクでも聞こえるっすか、これ。あ、聞こえる、聞こえる。マスクは全然。あ、そうだなぁ。ああ、大丈夫、大丈夫です。今、ちょっとあの、設定を変更するのを忘れていて。あ、1分前で。はい。30秒前。はい。10秒前。はい。3、2、どうも、こんばんは、山城湊です。今週もやっております。よろしくお願いします。そして、今日は友達の修太です。お願いします。帰れ、お前今すぐ。なんでよ、お前。体調悪そう。いいやん、別に。帰れ、今すぐ歩いて、那覇まで。あ、体調悪くなる。ここ、ギロワンだから、お前。歩かすな。ごめん、じゃあ俺体調悪いから。ああ、すいません、ギャンさん。いや、帰すな。お前さ、何してんの、本当に。な、マスクやん。ちょっとなんか2月のなんか体調管理があんまよくいってなくて。はいはいはい。いや僕、だから2週間3週間前ぐらいにインフルエンザだったの。そうだよな、お前インフルなんですよな。そうで、治ってこれって、なんかもう終わってんなと思って。いや終わってないじゃん。自己管理だろ、自己管理の妙だろ、お前それ。いやそう、自己管理がちょっと足りてないのかなって。いやでもあれだよな。さすがにちょっと汗かいてますね、なんか、ね。そうそうそう。だから、ちょっと、この後は焼肉食べに行こうな。だから、お前さ、それに関してもだわ。え、やっぱ食って元気つけて直さんといかんか。いや、でもまあ、あの、食欲はあるの実際。あるある、全然。その食欲があるなら、いいらしいよ。あ、マジで？あの、本当に、やっぱ体調不良の時って食欲なくなるさ。うん、あのメカニズムって知ってる？わかる。そのあの、体調が悪い状態でも、ご飯食べた方が、無理やりにでも食べた方がいいみたいな、なんか、あれがあるさ、迷信というか。はいはい。あれは本当は逆で、全く食べない方がいいではあるらしいわけ。あ、体に？ただその、例えば病院から、あのね、消化のいいものを食べてくださいねっていう、あれは、一応薬を空腹の状態で入れると、そのあの、薬の強度で、また体に負担がかかると。だから、その、あの、しっかりその、粘膜を張るではないけど、はい、だから、お粥とかゼリーとか、消化のいいものは食べてください。ただでも、その、普通に飯を食っちゃうと、はい、その、あの、体が消化にエネルギー使うわけ。あ、なるほどね。ウイルスを撃退、倒さないといけないところに本当は体力使いたいのに、はい、消化に体力使うから、良くないらしい。はい、だから、でも、食欲があるなら、元気な証拠だから、まあだから、あ、まあ安静にしつつ、気をつけつつ、飯も食べながらだったら多分良くなります。なので、あの、大丈夫です、今日。いや、医者ですよ、ね。え？外来の。あ、はい。耳鼻科ですよ、ね。大丈夫です。あの、4日分もらっていいですか？ 4 日分、あっちでもらえるんで。隣の薬局で。いや、今の病院あれだよな。薬局別なの腹立つよ。今のっていうか、ずっとじゃない？だからあれだろ？処方箋出してくれるとこだろ？だから昔の処方箋とかってさ、そんなのもらえたよ。うん、あ、病院によるよ。あ、マジで？病院による。いや、なんか、きついのにさ、移動させんなよと思う。まあ、運べって。あ、でも、だいたい近いっしょ。近いけど、そのなんか10メートルも。わかるけど、なんか気持ちはな。きつい時、病院に行くのもさ、悩んでる状態で、ギリギリできてんのにさ。いや、なんかちょっと気持ちはわからんでもないな。いや、近いんだから逆に取りに行ってくれよっていうね。あと、謎の待たされる時間あるじゃん。まあまあまあ。その時に薬局の人絶対持ってきた方がいいよ。あとさ、もう、薬もらって帰りたいのに、薬局の人、同じこと聞いてくるんだよ。
なんか薬渡すときに、ああ、中本さん、インフルエンザなんですね、みたいな、うん。どんな症状ですかみたいな。いや、さっき言った。さっき医者に行っただろってなる。なんか、そこは別にな、言わずに、もう薬だけ出して、そう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 と思うけどな。まあまあまあ、わーわー言うとりますけれども。はい、カーブボーイさん、こんばんは、はい。今日はね、暑かったね。やっぱなんかもう地球の調子が悪いっすね。思うのは。そんな大規模な話？もう本当に世界の終わりが刻々と近づいてる気がします、僕。いや、あんま感じないだろ、暑そうで。味覚ゼロさんもこんばんは。今日もツイキャスト YouTube 同時配信でございます。スパークお疲れ。スパークディーン、これそう大丈夫？あと、社畜さんもこんばんは。ミミさんもこんばんは。ユートもこんばんは。てか、ユートって、沖縄？沖縄に住んでる？どこに住んでんの、ユートって。ラジダムからだよな、確か。同級生でしょ？いや、違う違う。本田ユートは、高校生の、ラジオリスナー。ラジダムから来てくれてる。後輩でしょ？うん、黙れ。かなこさんもこんばんは。開始間違ってる。だいたい別で受け取ってたのね。薬の話な。はい、暑くて扇風機起動した。いや、エアコン起動させん。この暑さ。エアコンっすね。ガンガンにクーラー冷やしてて、俺家今日。そもそもお疲れ。まあ、今、YouTube でコメントくれてる方々もほとんどの方がライブに来てくれる予定なので。おー。あ、楽しみですね、ちょっと。いや、ありがたいことに。いや、僕もいるんで。完売しました。完売というか予約定員に達しました、指示の回も。おー、おめでとうございます。つい先ほど。お。よし。いや、出せ。あとだからもう本当にキャンセルがないように。はい、祈るだけ。はいはい。まあでもそれは言いましたけど、キャンセル料金は、マジ3000円なんで。いや、でもなんかほんとキャンセル料ってさ、うん、こっちが得する仕組みにしたいよな。いやいや、そうじゃない。ほんとに。まあ、物価上がってますから、ね。まあ3000円、ほんとに取りますので。ほんとにこっからキャンセルだけなきよう。はい。よろしくお願いします。あずきちゃん、嘘つけ寒いだろ、ふざけるな。お前は北海道だからな。ふざけやがって。あの積雪。うん。あみみさん、ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。社畜さんも待ってますので。はい。7時の回かな？いるほとんどの人は。すぶそぶは4時の回の予定ですけど。はい、ありがとうございます。会場行ってお金払えば OK。そう、受付でお金1000円を、払ってくれればいいです。はい。土手猫さん、薬剤師も大変なのよ。間違いは命にかかるから許してあげなよ。いや、本当にね。死ねばいい、こんなやつ。本当に。僕もそう思ってました、ずっと。え？一回さっき同意してなかった僕の考え。聞くなやと思うけど、はい、その処方箋通りにまあ出して最低限の回転はさせろやとは思うけどね。そうそう、まあでも心配してね、いろいろしてくれる。あと、お薬の飲み方は説明してくれる薬剤師さん多いですから。あ、それだけでいいのマジで。まあまあ、でもね、死ねばいいのに。おい、言い過ぎだろ、お前。これアーカイブ残る大丈夫？これアーカイブ残ります。これぐらい、この程度は全く大丈夫です。一番ダメだ。あら、この間俺アーカイブ残さんって言ってたじゃないですか。はい。でも今、公開してるんで。え？マジで？マジで今のうちに、切り取るなら。ここ、誰が切り取る？そんな。結構言ってたし。知ればいいのに。あ、チューブなのね、言うとは。そっかそっか。チューブなのじゃ高校生か。ええー。うん。二日酔いの寝坊だけ気をつける。そう、一応まあ、4時開演だから、二日酔いでもどうにか間に合わせてこいやっていうぐらいの。体調悪いぐらいだよね。うんうんうん。まあまあライブが、僕のね、主催のライブが、もう一週間切って、2月の25日、日曜日にありまして、那覇の坪屋演劇場重ねというところで、はい、夕方4時の回と、夜7時の回と、2回公演でね、本当は4時の回の1回切りの予定だったんですけど、うん、予約、あ、そう、ちょっとキャパのね、箱のキャパの都合で40人限定で、はい、ライブをするっていう風に告知したところ、もう即40人以上のもう予約の問い合わせが来まして。はい。で、結構40人以上の見込みがあったんで、7時の回を急遽追加公演したところ、これも早い段階で30名ぐらいの予約は来て、うん、で、つい今日、本当にさっき、インスタで問い合わせがあって、予約定員に達しました。ありがとうございます。いや、すごいっすよ。もう本当にだから、こっからはキャンセルだけないよ。うん、祈るだけ。ねんてつさんこんばんは、ありがとうございます。まあだから僕、あえて風邪ひいてるみたいなとこあるからね。どういうこと？いや、だから、うん、風邪ひいても来いよっていう。あー、なるほど。風邪ひいても来いよっていう。ライブにね。あ、みんな。そう、みんな。俺も風邪ひいてるから、うんうん、
その気持ちで来て大丈夫だよって。いやいや、お前が風邪ひいて、今日ここにいることによって、俺に風邪移る可能性あるのは考えた？同じコンディションがいいなと思って。その、お前が舞台で頑張ってる、うん、コンディションと、あ、似てる側のコンディション、はいはいはい、が釣り合ってたらいいなって。いや、じゃあ、俺も、ちょっと調子、体調崩せば同じコンディションになるから、それでいいってこと。そっちの方がいいなってこと。まあ、その方がなんか感情移入しやすいっていうか。いや、死ねえ、お前。マジで。一番ラジオで言ってない、うん、マジで死んでくれよ。え？いや、本当に今、本当に今俺、だって体調気をつけないといけない。もう一週間切ってますからね。あいみょんの歌詞ぐらい言うよ。本当に、いや、マジで皆さんが、見なかったことにするって言うなら、俺、ここで殺しますよ。いやいや、見なかったことにはできないだろ。切り取る。アーカイブも残しますけど、残すな、皆さんが いいって言うなら、俺、殺しますよ、今すぐ、こいつ。おい、丁寧なフリーザーやめろ。こいつのこと殺しますよ、じゃない。あ、奈良丸さんさん、こんばんは。集団感染で皆さんが消されるってことがないようにしないと。まあ、でも、周りは体調崩してないんだろ。あ、大丈夫だし、まあ、ほぼ治りかけらしいから。はい。ああ。ああ、シンジ久しぶり。シンジってあのシンジか？エヴァの。え？怒り。エヴァに乗れ。そう。あ、お前、言動の方。はい。見なかったことにするさーっていうコメントが来たんで、殺します。おい、トム・ブラウン？はいはいはい。怖い。ありがとう。意外と、やっぱ賛同してますね、YouTube の方。賛同すんなよ。ちょっと目離しますとか。はいはいはい。いや、そんな一瞬で終わらんから。首ピーじゃないのよ。シャーなってる。本当に。まあ一応店員には達しましたけど、はい、あとまあ2、3名は入れるから、2、3名もし4時の回、7時の回、はい、どうしてもちょっとスケジュールが分かんなくて予約できてませんでしたっていう方がいらっしゃったら、そこは多分、受け入れて、入場、ちょっと余裕は。余裕を持っての40人なんですよ。お客さんが見づらくならないようにっていうところで。ちゃんとお客さんのことも考えてくれてるんでね。そう。いや、だからもう本当に、キャンセルだけなきよう、重ね重ねになりますが、当日の支払いになっちゃうので、どうしてもね、販売は、入場料は。いや、でもいいよね、その配慮っていうの、うん。なんかさ、普通だったらパンパンにしたいじゃん、自分のその、まあ、満員的にも、うんうんうん、でそっちの方がなんかライブ的にもね、うん、儲け的にもいいし、まあ、ってのはあるけど、やっぱその箱のね作りとか配慮した上でこうやってやってくれるっていうのは、まあそうですね、そのライブの質的にも、なんだろう、僕の言ったら8割9割はトークライブになるんで、うん、そのしっかり肩の力抜いて、はい、だからその力まず見に来てほしいなって、まあお笑いライブは全部そうですけどね、はい、みんながそんな見づらい感じっていうか、リラックスして見れる空間で一番見てくれたら一番いいなっていう。僕もその港の気持ちには賛同してるんで、うん、僕も一番前の席の真ん中に座ります。絶対やめるよ。本当に。一番前の真ん中に座ります。俺先週、いや、だからここいいよって言ったさ、はい、シューター。4時の回と7時の回、シューターかな、はい。俺先週言ったと思うけど、はい、立ち見だから。立ってていいの？シューターのシューターが立ち見で見るところ、俺、バミっとくから。俺一番前の真ん中で。あ、違う。一番前の真ん中じゃなくて、一番後ろの、多分道具とか置くところの前です。見えないだろう。そこにバミっとくんで、シューターって。なんで俺の気持ち配慮してくれてないの？ 1000 円。1000円取んなよ、お前。2000円取んな。俺2回行くのよ。割引や、お前。いや、マジ。500円でいいだろう。シューターマジよ。え？マジで。あそこ私座る予定なのですいませんっていうね、コメント。真ん中人気？真ん中でも、ライブとかのさ、はい、前の席ってどうなのかな？唾飛ぶよね。唾はまあ距離にもよるけど。はい、まあ。いやー、だからさ、いや、本当だよお前、マジで。俺これ体調、マジで気をつけんといけんわ。なんか、いや、本当に映すなよ。まあ、マスク今日してくれてるから、まあ、ほぼほぼ大丈夫だと思うし、周りもまあ、家族とかも映ってないって言うから、はい、大丈夫だと思うけど。今日、占いの方が、今日占い受けたんですけど。急に占いの話？占い、まあ、今日占いしてきたの？今日占いしてきた。うん。で占いの方が、言ってたんだけど、うん、今年は体調崩しやすいらしい。え、誰？あ、私が。いや、お前さ、はい、用心しれよじゃん。まあ、しっかりお前、ちゃんと管理しないと。ケアに時間当ててって言われて。いや、来んなじゃ今日。なんで来たんだお前今日。
これが俺のケアになってるんだよ。いや、マジで。ちゃ。リスクを背負ってまで俺、出てほしくないんだけどっていう。え？だって、俺ライブ一週間切ってるんだよ。俺今週めっちゃ準備あるんだよ。はい。今から俺体調崩したら準備、なんもできないもん。だって今、一つも準備できてないんだから、俺ライブ。お前のせいだろ、それは。は？不安になるわ。いや。え、こんなもう、完売寸前なのに。もう寸前でもう完売済みではある。はい。やばいよ、それ。一つも俺準備できてないんだから、お前。お前がこれ今日俺移して、まあ明日、明後日ぐらいに発症して、水曜日だろ？木金二日間寝込んで、前日の土曜日しか俺準備する時間なくならんねん、お前。お前夏休みの宿題か、どうしてくれる、お前。ギリギリでやるんだよ。下手したらすいません、延期になっちゃう可能性あります。そいつのせいで。いや、お前のせいだろ。8割方。許せんな。頼むわ、本当に。え？あと、お前本気で今日終わりで焼肉行きたいらしいな。今日はね。なんか風の終わり際って焼肉食べた方がいいって言うじゃないですか。知らんけど。やっぱ元気な自分でいたいなっていう。元気な自分でいたいなっていうって言ってる意味がよくわからないんだけど、あとっていうか、さっき、こっち来る前に、はい、いやだから何度も言うけど、こいつ、僕が送迎してるんすよ。はい。免許持ってねえから。免許持ってないです。マジで。僕が送迎してるんすけど、だからさっき俺ちょっと小腹空いたからコンビニ寄ったやんけ。うん。コンビニで俺カレーパン買ったんだけど、うん、カレーパン買う前に言えな。焼肉行こうぜは。お前がカレーパン買ってるの見て焼肉行きたくなった。なんなのお前。どこのスイッチが起動した焼肉スイッチ。いやなんかカレーといえば焼肉みたいな。うん、でそうするやん。ちょっとよくわかんないですけどね。本当に。はい、いやいや、まあそんな感じと、はい、まあライブもありますので、はい、興味がある方、まだでもちょっと本当に、もし行きたいよっていう方いたら、僕に一言くれたら、はいはい、2、3席は用意できると思うんで。はい、滑り込んでください。はい。まあお金は取りますけど、寝込んだらゲームできるやん。そう、ルビーやってて今、ポケモンのルビー。はいはい、もうちょいで全クリできそう。前なんか二日で終わらすっていう話じゃなかった。ああ、ファイアレッドでしょ。いや、終わってルビー行ってる。ルビー。行くなよ、お前。ファイアレッドで終われって言っただろ。で、エメラルド、ダイヤモンド、プラチナ。やめれ。ブラック、ワイ。いらないだろ。ウルトラさんと、あとあれか。アルファ、サファイア。アルファ、サファイアとかもやらんといけんから、一応、まあ、多分間に合わないですだから、ライブには。間に合うやんけ。お前の調整不足だろ。いや、それはもう本当に正直すまんかった。いやいや、謝って済む問題じゃないよ。いや、本当に。今から立て直せる問題で。まあ、頑張ればいいだけの話でしょ、俺が準備を。まあ、そうだな。その通りよ。でも、本当にこれ、良くないのが、はい、ギリギリでも一生間に合うくらいの、準備量なんです。はい、いや、良くないね。ちょっと慣れてるわ、それは。そう。良くないと思うよ、その。うん。いや、でも、ほんとさ、占いでも、港のも。お前、占いの話、今日、お前。あ、俺、占い一本で行こうと思ってた、今日。皆さんも、占いの世界興味ありますよ、ね。俺も占ってきた。勝手に生年月日で行けるらしくて。あ、いるよな。統計学みたいな感じなんだけど、うん、はいはい、まあ、人には、直感型、結果型、あと、なんだっけ、直感型、人柄型がいる。人柄型。あるらしくて、この3つが構成されてるの。うん、例えば、直感、結果、人柄のパターンもいれば、うん、直感、結果に結果直感みたいな。がいるらしくて。うん、で、僕とミヤトは真逆でした。ああ、タイプが。僕直感型らしくて。私は？あなたは、直感型ではあるけど、うん、人柄と、あと結果が入ってるらしい。結果型。だから、この物事を石橋を渡いて渡るタイプっていう。ああ、慎重ってこと？そう。え、そんなつもりあんまないけどな。あと、めっちゃ独白って言ってた。全然。じゃあ、間違ってるな。うん、間違ってる。俺、毒なんて一回も入ったことないし。はい。インチキ占い師やし、お前。そいつ文句言った方がやめますぐ。あ、でも、うん、港は、うん、去年までが運が悪い。今、毒吐いてた俺今、俺、毒わっかりやすいボケやった！何も気づかん！体調不良かお前！まあ、占いの世界っていうのが。何こいつ！皆さんにとって。ムカつく！どういう感じなの？お前、は？今日話していきたいんです。えぐ！お前、えぐいな！お前、ほんとに。え、直感型？直感、ちょ、お前さ、は？お前。
危な。めっちゃ良くない例え出そうなったよ。話噛み合わんから。え？話噛み合わんから、話噛み合わない固有名詞を出して今、例えそうになった危ない。気になるけど、お前。そこまで言われたら。フェミニストかって言いそうになったばおい、言っちゃってるよ、もう。めっちゃ毒吐いてた、今は。噛み合わんけどね。は？お前、は？お前、しかもお前、それをスルーするっていうボケでもなかったんに、今、お前。本当に今、本当に気づいてなかったやんに、お前。お前、港、俺、こういうところあるわけ。そこはちょっと。ちじ、お前、よくないよ。直せよ、マジで。いや、港。お笑いショーとして一応俺来てるよ。え、港28だよ、今年。28、じゃあ、やっと同級生やんに。合わせていかんと。バカな。上の人は下の人に合わせていかんと。脱え、ん、これ、お前今言ったやんけ。上の人は下の人に合わさんといけん。はい。これ言うやつ、マジ、めっちゃ腹立つわけよ。マジで？マジでじゃないのよ。トゲ吐くよ。すごい。え？占い師が、この占い当たってたっていう信憑性が今すごいマジで言ってます。ひどいわ、こいつマジで。ひどくなかった、今。こいつ、本当に。いや、結構毒吐くタイプでしょ？占い師さんも言ってたけど。いや、全然吐かんよ、俺。その占い師じゃ間違ってるな。いや、街で間違ってる意味やから、マジ文句言おうぜ、今から。つって。いや、毒吐いてるやん。やんけ、絶対。お前、えぐいわ。マジでえぐい、お前。皆さんにも理解してほしいんですけど、僕はこういうところがあります。本当にさ。それを分かった上で。いやいや、もう、本当に。ミラットも視聴者の皆さんも接してほしい。絶縁、絶縁。あ、いや、すごくない？改めて。きっぱりしすぎてる。改めて絶縁よ。絶好。結果がと？俺、本当に面白くない人が俺この世で一番嫌いなのよ。え？あ、直感型のクイック入ってた。やめれやめれ。なんかクイック。今日の占いの一本刀やめれ。全然折れない。研ぎ澄まされた。威力はないけど、全然折れない腹立つ。絶対敵は倒せんけど、絶対折れない。気持ち悪い、その刀。やめろ、お前。いやでもこの人なんか腹立つわ。受けたことないのかなみんなね。ひどいわ。ないだろ。ちょっと待ってごめん。俺のマリルリちゃんからコメント来てる。マリルリちゃんありがとう、はい。お久しぶりです。こんばんは。港さんのライブ行きたかったな。日曜日はお仕事だから遠くから成功お祈りしておきます。いや県外っていうかな。本当にマリルリちゃん沖縄でちょっとライブやるから。でもいつか本当に会いに来てほしいわ。この子いい子にじみ出すぎよね。いやいい子だろどう考えて。いや本当に。うん。遠く離れてるのに時々来て、コメントくれる、丁寧で、本当に。あと、姿形もわかんないけど、うん、めっちゃ可愛いって勝手に思ってます、マリルリちゃん。いや、それはお前の、うん、もう思い込みで。いやいやいや、思い込み、いや、そうですよ。それは思い込んでますよ、僕。まずお前、占いの話触れねえ。今の流れから来たんだったらマリルリちゃん。いや、違うだろ。俺の占いの話で。触れないだろ。いや、だって俺のファンなんだよ。俺を見に来てんだよ。女の子占い好きやん。こんなマスクしてるさ、よくわかんないマジ。なんだば、ローって、お前、T シャツ、気持ち悪い。これ、反転したら一口に見える。いやいや、いや、反転はしてないからローだろ、お前、ほら、モニターは。本当、いや、でもこっちで見たら。いや、これ、だってそうだろ。鏡になるだろ、配信カメラは、お前。モニターにローって映ってんだよ、お前。ごめんね、ちょっとマリルリちゃん、気持ち悪いやつ今日もいるけど。お笑いレベルがローのローなんだね、その T シャツっていう。めっちゃ気の利いたコメント。聞いてないな、うん、俺に対しては。ズケランが言ってくれてるわ。俺以外を無視した気の利かせ方やめろ。本当にさ、はい。いや、本当になんか自分で言うのもなんだけど、はい、俺の配信を来てくれてる常連だわけ。はい、俺のだから、この配信以外も、見てくれたり聞いてくれてたりする人なのよ。はい。そのラジオとか。はい。で、配信ももう、本当にラジオの全く同じ熱量で俺は配信もしてるから、うん、ある程度育ってるわけよ。ああ、なるほど。俺の喋りのリアクションをコメントで残してくれるっていう感じで育ってるわけよ、俺のリスナー。ありがたいことが。はい、はい。そうそう。だから本当に、来て早くこっち。何が？ローだから。あ、私？そう。まだ？もう、ローでもないわ。ローでもない。ローでもない。ロー以下。もう致命的よ。え？本当に。あんなわかりやすい振りを、はい。ものの見事に、スルーしなさったじゃないですか。はい。先週もでした。覚えてます？はい。どうしました？大丈夫ですか？一応、一個理由として挙げるなら、うん、俺、左耳中耳炎だわけさ。
とたまに入ってない。めっちゃ腹立つ。めっちゃ腹立つ。めっちゃ腹立つ言い訳。体調不良を言い訳にする一番腹立つやつ。ちょっと、不調なんすよ。もうこれを、もう、お前だって一応、もう腐っても経営者なわけやし。はい。お前の元で働いてる子たちがいるわけだろ。はい。もう、そんなお前を良しとしてるんだろ。話聞いたらなんかケタケタ笑うやし、らしいやし、お前の、ちょっとしたボケとか。言ってくれるよ。もう俺、決めた。全員を叩き直します。僕が。もう勝手ながら。育て直してくれる。申し訳ない。良くない。お前の周りも良くないことに気づきました。ああ、なるほどね。今日も見てんのか？黙って。はい、たまに見てんだろ？お前の部下が。はい。良くないよ。マジで。今日見に来てくれたの？お前さ、友達っていうかもう、元相方だぜ。はい。お笑い、漫才をやって、はい、沖縄一にもなったことある。なりましたね。で、お笑いをやったじゃん、さっき俺。はい、本当にショックなのよ、俺。あんなわかりやすいボケ。え、マジで、もうごめんごめん。俺が急に、上着、うん、急におもむろに脱ぎ出して普通に喋ったとするさ。うん、お前どうする？いや、お前おもむろに脱ぎ出してんなっていう。ああ、そこは言うだろ、うん、これぐらいわかりやすくないと、突っ込めない？聞こえてないよ。目は見えてるからさ。俺視力 2.0 だから。腹立つ。聞こえてないの。腹立つ。本当に。めっちゃ腹立つ。前回も聞こえてなかった。こいつ腹立つわ。ちょっと皆さん、アーカイブ見てさ、初回の放送とか僕、こいつ腹立つわ。無視してないんで。こいつ腹立つ、マジで。港のボケをね。秀樹金子さん、なんか、データベースのインフォミックスを思い出す。なんでしょう、それは。なんですか、それ。すごい横文字。秀樹金子さんは、僕のラジオって来たことあるんですかね、ツイキャスの方。ありがとうございます。来てくれて。こいつの今、悪口を、罵詈雑言を僕が今放ってましたね。はい。ひどかったんで、ちょっと。話の流れがひどかったから、おかしいんじゃないって、これ先週もあったから、ちょっとお説教タイムでした。ごめんなさい。けど、まあまあまあ、そっち側も慣れるべきだと思う。こいつ、本当にさ、お前すごいこと言うね、はい。絶対言っちゃダメなんだよ。出させてください、ちょっとお前来てんだからさ。はい、俺のラジオ。回せ、俺を。俺をもっと回せよ。こういうやつなんだってもう分かって回してくれ。えぐ。もう本当に、すっごい悪口言いそうになった今。本当に。危ない。マリルちゃん、私は皆さんのファンですよ。皆さんの喋りが好きなので見に来ております。嬉しいわ。来なくなるわ、お前のせいで。え？俺のこと見に、お前の負のオーラに飲まれるわ。占い師が。やめろ占いやめろお前今すぐ陽キャって言ってた陽キャいや、あ、お前陽キャだわでもマジでお前でも陽キャやんけえ、陽キャかなでも僕結構あれよ自分は陰気だなと思っていやもう勘違いも話しよお前陽キャだよ陽キャだからあんな腹立つストーリーとかできるんだろインスタのインスタあ、そうこれも言おうと思ってたんだったはいありがとうありがとう思い出させてくれてXはい、旧ツイッター、はい、アカウント消してください。なんで？きしょいから。旧ツイッター？今のじゃなくて？あ、今のだ X X。今の X。X のアカウント消して。はい、なんで？きしょいから。きしょい？え、でも変なことあげてないと思う。いや、これ数年前もあった気がするんですよ。なんか、はい、ちょくちょくそのなんか経営者の格言ではないけど、はいはいはい、なんか成功するためにはみたいな。はい。なんか要は、敏腕のプロデューサーとか起業家とか、何かをこう成功してる人が、なんか言うような、その成功とは、こういうことでみたいな。で、失敗する人は、みたいな感じの、なんかツイートとかなんかよくしてたり、今もなんか最近してるさ。してますね。きしょい！え？やめてくれ！いやでもあれ好きって言ってくれる人もいるんだよ。呼んで？それを？もう怒る。ちぇ、それをじゃねえよ！そいつをここに呼べ。あ、その文の内容じゃなくて。じゃねえよ。その文の内容じゃなくてじゃないば。お前左見とれ。お前映画みたいに。とっても聞こえ方変わらんらしい。ズケランが320円。補足客ありがとう。だったら320円。耳が200円、あれ、補足客ありがとう。耳ってね、粗品やめて。耳さん。翔太くんはお金出して FM 技能のポッドキャストで占いの番組したら、と。自分でね。いや、僕やる側じゃないんですよ。
聞いたのを伝える側なんですよ。いや、占いしてもらった。してもらったの。え、で、な、俺が、なんなんだっけ？あ、だから、うん、え、まあ、港は去年までは運気が悪かったと。うん、